皆さんこんにちは。今日はバスケの試合観戦で超使える、題して観戦に一番おすすめな席はこの席だというテーマでお送りしたいと思います。すでに観戦に行ったことがある方、実はチームのマーケティングの罠にはまってるかもしれません。まずはこの写真をご覧ください。これは千葉ジェッツのホームゲームのチケット分布図です。チームとして一番高い料金設定をしているシートはどの席だか分かりますか？そう、ファーストクラス席です。次にこちらの写真をご覧ください。では一番選手に近くコスパのいい席ってどこだと思いますか？実は ⑤ のコートエンド1列目なんです。まずチームによってこのエンドというのは距離が全く違いますが、だいたい選手に近しいところに位置されます。選手の写真を撮りたい人はベンチの選手を撮りたいなら正面のサイド席がいいでしょう。ですが試合でいいシーン、シュートシーンだったりドリブルパスシーンだったり、こういったのを撮りたい方なら間違いなくおすすめするのはコートエンドなんです。それはですね、選手はリングに向かってプレーをするので一番綺麗なシーン撮影できるんですね。正面向いてくれますので、バスケが好きで見たい人、この人にもおすすめはこのコートエンドです。一見ゴール下が邪魔そうに見えるんですけれども、また攻めが反対になると見えにくそうですよね。でもそんなことはありません。ぜひ一度見てみてください。コートサイドが実は一番料金を高く設定されてるんですが、おすすめしない理由っていうのがあります。それは何かと言いますと、審判に丸かぶりするんですよ。審判が邪魔で45度あたりのプレーというのはほぼ見えません。45度あたりというのはシューター、特にスリーポイント選手の一番シュートが入るポジションになるんですけれども、そのシュートシーンってほぼ見えないです。皆さん経験ないですか？川崎の辻君だったりとか金丸君のシュートってよく見ると45度ですよね。この位置って審判とちょうど被るんですよ。審判ってまあ3人いまして、コート内には2人います。まあ、エンドの方で接触プレーだったり、あとは上の方で見るんですけれども、この上で見る副審ですね、この位置がちょうど45度とリングの間に入ってくるんですね。やっぱり審判も一番見えなきゃいけない、これはまあ仕方のないことなんです。なのでコートサイドというのは実は一番審判と被ってしまって見えにくいポジションでもあるんです。ただ1点注意点は、エンドは人がダイブすることほとんどないんですけれども、ブロックしたボールなんかが頻繁に飛んできます。私も昔コートエンドでビール飲んでたら直撃してぶっこぼしたことがあります。結構なあの恥ずかしさと迷惑をかけてしまいました。アルバルク東京さん、すいませんでした。またエンドはゴールを挟むので、どうしても席数に限りっていうのが出るんですね。それよりもサイド1列をきれいに埋める方が、まあ、バスケットライブ見たことある方だと分かると思うんですけれども、バスケットライブの映像的にもチームの一体感としても非常にまとまりますよね。このまとまるため、まあ、バリューをつける、まあ、例えば T シャツをプレゼント、タオルをプレゼントとかですね、こういったのを含めた上で席数も確保できるサイドを高い値段に設定しているチームっていうのは非常に多かったんです。このように試合においてのファンの意図によって理想的なシートというのは変わりますので、あの皆さんぜひあのまずコートエンドを座ってみてください。そこからいろんな席座ってみるのがよろしいのかなと思います。特にこのコートエンド、このほぼ全チームのチケット料金見たんですけれども、あの高く設定はされてないです。一番高いわけではないです。なのでこの辺穴場になってますので、皆さんぜひ注目してみてください。以下は参考までですが、東地区のチームにおけるチケット状況です。レバンガ北海道さんはプラチナシートといって、まあ、選手とオフィシャルの間に席を設けておりまして、高いもので14,500円、コートエンドは15,000円でした。秋田ノーザンハピネスさん、こちらですね、人気カードによって金額変動するタイプのチケットでございました。まあ、同じく一番高いもので14,000円、コートエンドでは12,000円。宇都宮ブレックスさん、こちらまた面白くてですね、平日水曜日と土日っていうので金額変動させておりました。おそらくまあ水曜日より来させやすくするためかなと思います。コートサイドの SS 席が一番高く、なんと24,500円、コートエンドは14,500円と1万円の差もあるんですね。なので皆さん、特にこの宇都宮のファンの方だったらコートエンド座ってみるとよくわかるかもしれません。選手特にストレッチとかするのでめちゃくちゃ近いです。千葉ジェッツさん、先ほどご紹介したファーストクラスは16,000円、ゴールピットといってゴールエンドのところは11,000円と非常にリーズナブルな金額でした。ですがまさかのですね、アルバルク東京さん2連覇中、大人気ですね。また母体がトヨタ自動車ではあるんですけれども、一番高いシートとコートエンドの席一緒でして11,000円でした。で特に、料金だって何だ変動はないものなので、
一番高く取ってるのかなと思ったんですけど、実はそんなことない。一番リーズナブルなチームがこのアルバルク東京でした。サンロッカーズ渋谷、プレミアム席は 15,800円、コートエンドは7,900円ですが、こちらもカードによって変わるようです。こんな感じになっておりました。ちなみに私なんですけれども、アルバルク東京のシーズンチケットを2枚保有しておりまして、またリーグ災害地など、まあ、見たことない人向けだったりとか、まあ、この話を聞いてエンドで見てみたいなという人向けにですね、あのチケットの企画やっていこうと思います。企画の発信はツイッターを中心に行っていきますので、まあ、よかったらチャンネル登録高評価とツイッターのフォローとシェアの方もよろしくお願いいたします。それでは、シェアもよろしくお願いいたします。終わり。